我らが悲願のため死んでもらうわ。いざ尋常に勝負。感覚を研ぎ澄ませ。勝負あり。伊勢四郎、これが現実だ。死んでみるかい。いざ尋常に勝負。ほら、行きなよ。逃げられねえよ。感覚を研ぎ澄ませ。くっしょー。勝負あり。伊勢四郎、次はない。今が全てだ。名前はターシャンマオ。よろしく。いざ尋常に勝負。感覚を研ぎ澄ませ。伊勢四郎、次はない。今が全てだ。こっちよ。私はここ。そう、そのまままっすぐ。
ラつくんだよてめえ。いざ尋常に勝負。感覚を研ぎ澄ませ。勝負あり。一斉しろ。これが現実だ。なよな、俺の町で。いざ尋常に勝負。感覚を研ぎ澄ませ。勝負あり。一斉しろ。これが現実だ。から飛んでみ。いざ尋常に勝負。感覚を研ぎ澄ませ。やりさらすんじゃ。勝負あり。一斉しろ。これが現実だ。命の無駄遣いはよしな。いざ尋常に勝負。Hey!
研ぎ澄ませ。勝負あり。清四郎。これが現実だ。久しぶりに血がたぎる。嫌いじゃないぜ、こういうの。いざ尋常に勝負。ほらよ。感覚を研ぎ澄ませ。勝負あり。清四郎。これが現実だ。孤独を受け入れよ。いざ尋常に勝負。感覚を研ぎ澄ませ。清四郎。次はない。今が全てだ。私の話を聞いて。私の名はラコルル、光の巫女。あなたにお願いがあるの。今あなたの目指している人は恐ろしい人たちの仲間。その人たちの名前はアギョン三人衆。邪悪な意志を継ぐ恐ろしい人たち。20年前、邪悪な意志の元となった人物が現れたの。名前はオボロ。その人物は今の世の中を混乱させて、強い者だけが生き残る国を作ろうとしているわ。その時にオボロは邪魔になる私たち光の巫女を恐れて封印したの。お願い、私はもうこれ以上動けないから。でも、もう一人の光の巫女、彼女ならきっとあなたの助けになるはずよ。彼女はこの先で長い眠りについているわ。
願い、あの子を助けてあげて。名前はリブリル、私の妹なの。我らが悲願のため死んでもらうわ。いざ尋常に勝負。感覚を研ぎ澄ませ。これが現実だ。殺
ガリオ様とはわしのことよ。おう、いざ尋常に勝負。これが現実だ。私に出会ったこと、いい思い出にしてね。いざ尋常に勝負。失礼いた。感覚を研ぎ澄ませ、前しろ。これが現実だ。我らが悲願のため死んでもらうわ。いざ尋常に勝負。感覚を研ぎ澄ませ、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 勝負あり。一斉しろ。次はない。今がすべてだ。
我が領域はゼロだ。万物いかなる存在も我が領域に踏み込むことあたわず。脳に焼き付けておけ。一瞬だ。いざ尋常に勝負。感覚を研ぎ澄ませ。清四郎、次はない。今が全てだ。